階段アミーゴ。方っていうお話、ね、うん、されてた中で、あの僕もちょっと面白い話を聞いたことがあってちょっと聞いていただきたいなと思うんですけど、いいですか、うん、M さんっていう女性の方から聞かせてもらった話ではあるんですけど、この M さんが高校生の時に、うん、当時の担任の先生、女性の先生から聞かせてもらったっていう話でね、学校行った朝ですよ、教室で過ごしてたら、まあ、先生が入ってくるんですけど、なんかねその日は先生、困ったような、なんか暗い顔して入ってきたんですよね。で教卓の方に立って、あのね昨日ちょっと私不思議な体験したんだけど、ちょっとみんな聞いてもらえるって言うんですって。で、まあ高校って言っても女子校だったみたいで、でみんなねやっぱり不思議な話とか、まあ、そういうの好きなもんでね、あの教えて教えてっていう、ちょっと盛り上がったんですよ。でまあその先生の話によると、その前日ですよね、あのその学校って校舎の中の教室をね、こう最後の鍵閉め見て回る、そういう担当があるんですけど、それがあの先生の中で回してたんですって。で、まあ、たまたまその日はその先生の番だったもんで、まあ、夕方あの一つ一つ教室を見て回るんですけど、息子さんがいらっしゃって、その先生には。でその息子さんが幼稚園だったっけな、幼稚園の、お子さんだったんで、まあ、ちょうどねその迎えに行く時間とかぶってたらしいんですよ。だから一旦まあ近くの幼稚園に息子さんを迎えに行って、で一度まあ高校の方に連れてくると、で手つないで2人で教室を見て回って、誰もいないね、じゃあ鍵閉めよっかって言いながら、こう一つ一つ鍵を閉めて見て回ってと。でまあそろそろ全部 見終わるなっていうタイミングで、その息子さんがね廊下の向こうの方を指さして、ママ、あのお兄ちゃんは帰らなくていいのって聞いたんです。で、どこにいるのってパッと見るんですけど、まっすぐ伸びる廊下、誰もいないんですよね。で、まあ、残ってる子がいるなら、やっぱりあの、早く帰りなさいよって声をかけて注意しないといけないと思うんで、よく見るんですけど、やっぱりいないんですよね。で、え、見えないよってその息子さんに言うと、いやいや、いるよ、あそこあそこって言うんです。でいないいないって言ってたら、こっち来てるよって。ほらほら、そこ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 、ここほらほら、ここここ、もう目の前まで指さすんですって。でどうしようと思ってたら、あママ重なってるって言ったんです。もうその瞬間めちゃくちゃ怖くなって、息子抱えて校舎飛び出したんですね。でいや私ね、昨日まあそんな体験しちゃって、いやちょっとそんな幽霊とか化けとかそういうの全く信じてなかったけど、あれってそういうもんやったんかなって、そんな話を朝してくれたって。